採用広告とは、主として、新卒で従業員を募集する広告のこと。採用 PR と呼ばれることもある。入社案内や、ダイレクトメールなどの紙メディアのほか、インターネットのウェブサイトで求人を載せることが主流となっている。講義の求人広告の範疇に入るが、いわゆる求人広告が主として、新聞の求人欄、チラシ、 フリーペーパーなどの集合媒体を用いるのに対して、採用広告は従業員を募集する会社独自のメディアが用いられる。ウェブサイトの採用広告は従業員を募集する会社独自のメディアのほか、就職情報会社が運営する就職なビサイトを併用することが一般的。従業員を募集する会社から業務を委託され、就職情報会社が制作することが多い。 従業員を採用することを目的に制作された、その会社独自のパンフレット、ステークホルダー向けの会社案内とは異なる。会社の従業員が先輩社員として会社や仕事内容を紹介する記事が掲載されることが多い。主として、新卒採用のために、企業が就職情報会社のリストを使って学生に送る。内容は入社案内に準ずる。上述の通り。 エントリーして ID とパスワードを付与されないとアクセスできないマイページに詳細情報を掲載していることが多い。会社の業用や先輩社員を映像で紹介するコンテンツ。会社説明会で見せるほか DVD をダイレクトメールとして学生のもとに送ることもある。ありがとうございます。